二人して何をうろうろしてるんだ？え、すれ違ったよ。デート中ですよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？これは旅立ちですね。おが一人前に成長しました。あ、おくんや、おくん。あ、よくわからん名前の。旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん。どちらがこの子のためになるでしょうか？まあ、一人暮らししましょう。もう一組おったよね、子供生まれたとこ。はい、OK です。そうですよね、それがいいと思っていました。うんうん。おう、アイラ島の住人として正式に登録します。 OK。 今日からお世話になります。はい、どうもどうも。おう、アイラ島の住人になりました。私たち家族も今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これももらってください。もうこれは割愛ということで。はい、以上。ほい、それじゃあマンション見てこう。お、みんな起きてるね。お、またなんか友達マークがすごく多いんだけど、喧嘩か？うわー、ぽいな。とりあえず、あ、ここは違うんか。でも一組は喧嘩やろ。あ、二組はおるってことか。とりあえず喧嘩二組。はい、ケンくん、入ります。もう、どうした？ YUI と喧嘩しました。ふんふんふん。腹が立ちます。まあ、仲直りしてくださいまし。じゃあ、このイライラを沈めてください。紅茶やね。紅茶で宇宙に旅立ってもらって、紅茶。はい、どうぞ。いただきます。どうでしょう。うまーい、来た。うまーい。紅茶っていつもさ、すごいパッケージはめちゃくちゃ美味しそうやなって思うんやけどね。あの紙パックのやつとか、リプトンとか、あと何？ゴゴティーとか。美味しそうやなって思うんやけど、飲んだら、うってなるんよね。紅茶が苦手で苦手で。超大好物だったようです。仲直しつきました。うんうん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。みんなイライラする季節になったんかな。さあどうだ。仲直りは。この間はごめんなさい。どう？許しません。ダメなのか。結構間があったけん大丈夫なんかと思ったよ、逆に。まさかの、うまくいきませんでした。ダメでした。そのうちきっと仲直りできるよ、大丈夫、大丈夫。人生、そううまくいかないものですね。そんなトントン拍子にはいかんよ。はい、それじゃあ。うわ、もう投げ合いの喧嘩になってしまった。ふい、リボちゃん、入ります。全然出てきてくれね。私、珍しく怒ってます。めちゃくちゃ怒っとったね。大丈夫？ケイスケと喧嘩しました。うんうん、見てたよ。腹が立ちます。仲直りしてくださいまし。じゃあ、このイライラも沈めてください。特に好物系はないんよね。きつねうどんとかどうでしょう。いただきます。はいはい。どうすか。美味しくなかった、マジで。美味しくないものでお腹いっぱいにしてしまったよ。はい、それじゃあ、で気持ちを落ち着けて。ちょっと聞いてみてもいいですか？うんうん、どうぞ。もうめちゃくちゃニコニコなんですけど。
穏やかな気持ちになりますね。うんうん、落ち着いた。でもこれ片方だけじゃなくてね、両方にこれ聞かせんとね、向こうは全然気持ち落ち着いてないやろ。さあ、仲直りできるだろうか。この間はごめんなさい。許してあげて。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。ダメかと思った。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。お、しかもレベルも上がった。それじゃあ、服で、カウガール。どうぞ。服、カウガールをプレゼントしました。いつもありがとうございます。うんうん。私からのお返しです。お。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。なんだい？実用品、ブランコをもらいました。ありがとう。口がうまい人って、何らか苦手です。口がうまい人。え、でも、ただ単にさ、なんかこう、コミュニケーション能力があるだけなんか、口がうまいってなんかあんまり、いい言い方じゃないよね。詐欺師みたいな。はい、そして、ニノさん。これで3組目や。今ちょっと、不機嫌です。大丈夫か？あれやん、親友もさっき喧嘩しよったよ。お、姉ちゃん。うんうん。仲直りしてくださいまし。じゃあ、ガム噛んだら落ち着くよ。気持ちが落ち着くよ、それで。どうすか？あんまり美味しくない、マジで。あんまり美味しくないガムってなんだろう。ブラック警戒？紅茶とか、どうでしょう？いただきます。うんうん。どうすか？あ、結構美味しかった。よかったよかった。でもガムの後に紅茶ってなんか味めちゃくちゃになりそうやけど。ね、確実に影響する気がするけど、味に。さあ、どうだ？仲直りできる？この間はごめんなさい。許しません。3組中2組ダメやった。マジで。つらい。え、しかもさっきのあれじゃない？ゆいさんの方もダメやったんよね。おい、2人揃って何やってんだ。人生、そううまくいかないものですね。時間が解決してくれるよ、きっと。つらい。お？アッサン。そっか、これは喧嘩じゃないんよね。どうも。あゆなのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶりです。アスムとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？いいやん、いいやん。どこがいいかな？遊園地。いいですね。絶叫系にでも乗っておいで。でもデートで絶叫系ってどうなんかな？やっぱあれ？観覧車とかに行くんかな？でも個人的に絶叫系の方が絶対楽しいんやけど。個人的にね。あ、デートの様子見に行っとこう。どこやっけ？これか。様子を見に行きましょう。二人して何をうろうろしてるんだ？すれ違ったよ。デート中ですよね。何？まだ出会ってないの？何？怖い怖い怖い。全然仲良くないやん。なんか二人とも正反対の方向に歩いていくんだけど。闇が深い。何があったんだ？はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。
メガネの子たちが続くな。びっくりした。向こう。あれ、サングラスかと思った。あんな真っ黒のサングラスあったっけって思ったけど。眼帯。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。お、そして、朝一。今日は何の食べ物が？とんかつだよ。とんかつ、いいやん、いいやん。さっきね、ちょうどね、なんか、とんかつの特集みたいなの見よったんよね。録画しとるやつやけど、なんか、とんかつの特集見よって、美味しそうって思いよったんよ。実用品ブランコをおまけしてもらいました。ありがとう。毎度あり。どうも。とんかつ美味しいよね。はい、そして、メニュー数見ていこう。無事になりました。メニュー数をお伝えします。お願いします。サザエのつぼ焼きのお風呂。サザエのつぼ焼きのお風呂。考案したお風呂には、なんと、サザエのつぼ焼きが入っています。サザエのつぼ焼きが、お風呂になるわけではないのか。サザエのつぼ焼きがお風呂に入ってる、なんかいい匂いしそう。いやでもあれか、焼きやったらあれやけど、茹でってなったらそんな、でもないんか、匂いは。サザエのつぼ焼き美味しいよね。いや私さっきね、お昼ご飯を食べて終わったところなんやけど、美味しそうだわ。はい。富士のミーニュース。醤油を垂らして食べたい。ありがとう。ん、なんか、マジックショーが開催中。始まり始まり。今、遊園地には、アスムとアスさんがいるはずなんだけど。年次のなら上画面に手も向けて、あ、私ですかね。上画面に向けて手でパワーを。はーい。そこの暇そうなあなたってさ、みんな集ま、見に来て集まっとるわけやろ？この通り。そこにいる人たちはその時みんな暇なんじゃないのか。わー、足が。そっか、これは何かがもらえるとかいうわけじゃないんか。夢じゃないもんね。なるほど、なるほど。さあ、ハートマークはないか。ふ、情けだ。ちょ、一軒家見に行こう、一軒家。あ、ハートある。子供が。誰のとこだ？どこの夫婦のとこ？お、カートくんとペッカナさん。ラブラブだね。カートくん。お呼び出しします。はあ。はあ。子供のことだね。俺とペッカナの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思うよ。いいね。ここは男の子しか生まれてないんかな？女の子生まれたっけ？いや、生まれたか？わからない。服で、スウェットハーフパンツ。どうぞ。ペットくんのイメージが強いよね、ここの二人。いつもありがとうございます。はいはい。これからのお返しです。なんでしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。いっぱいくれる。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。電車では必ず端に座ります。ま、でも、ね、端っこ空いとる、え、なんていうの、ガラーンとした状態で、いきなり真ん中に座ることはないな。絶対端行くよね。はい、タイの池作り、どうぞ。いただきます。でもめちゃくちゃ空いとるのにさ、なんかわざわざ人の隣に座ってくる人おるよね。私にはいまいち理解できないんだが。お、レベルアップー。そういう人たちってなんかあのパーソナルスペース、あれが狭いんかな？シャツ、パンツ。すぐに着替えるやつ。服、シャツ、パンツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。これからのお返しです。あげる以上にもらいよる気がする。お宝、金貨をもらいました。ほら、レベルアップしたし、銀貨から。
確実になんか渡したもの以上に帰ってきよるよね。これで、次回生まれるんかな？カートくんとペッカナさんのところ。あれなんか他にもさ、子供おるとこおらんかったっけ？気のせいか？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、今回3組中2組仲直りできんかったんやけど、あれ？前回も確か喧嘩多かったと思うんやけど、前々回か？あれは全部仲直りできたんやね。今回も全部いけるかなと思ったのに、険悪のまま終わってしまった。